背景です。今回は一番の凄さ〇〇、アギラは絶対に成功しますということでですね、今回はヘススアギラ選手について話していきたいと思います。ぜひ最後までご覧ください。僕は普段ライオンズに関する最新情報や分析考察の動画アップしておりますので、もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いします。それでは始めていきます。はい、ということでですね、アギラは日本で絶対成功する理由ということで、今回はアギラ選手について話していきたいと思います。まずはね、どんな選手なのか簡単なプロフィールから見ていきましょう。1990年6月30日生まれ、ベネズエラ出身。身長190センチ、体重126キロ、右投げ右打ち内野手。アスレチックスからライオンズに移籍をしてきました。続いて昨シーズンの MLB での成績見ていきます。36試合に出場した率により2分1厘5本9打点31三振フォアボール8個、出塁率が2割8分1厘の OPS が 0.666 という成績です。続いて MLB 通算成績を見ていきます。795試合に出場した率2割5分3厘114本、402打点、三振が623個、フォアボール235個の OPS が 0.768 という成績になっております。はい、大砲として活躍が期待される大型新助っ人のアギラ選手、 MLB 通算114本ということでね、まあ実績がとにかくすごい選手なんですけれども、本当にライオンズの歴代の助っ人の中でも、まあ、トップと言っていいぐらい本当にね、すごい実績っていうのを持っている選手です。で、まあ、母国がベネズエラということでですね、まあ、ライオンズでも活躍したメヒア選手に勧められて、まあ、ライオンズ入りを決断したということになっております。で、ここまではね、春季キャンプも順調に調整を重ねており、昨日行われた紅白戦では、隅田投手のインコースの、ね、難しいボールをレフトポール際にホームランということで、まあ、やはりね、その実力の高さっていうところを昨日の紅白戦では十分に示してくれました。もちろんそういったね、パワーっていうところが一番持ち味の選手にはなるんですけれども、まあ、打撃だけではなくて守備でもね、昨日は結構華麗なプレーを見せてくれたりだとか、まあ、ノックでもね、本当にまあ柔らかいハンドリングを披露していて、まあ、源田選手もね、非常にうまいというふうに高く評価をしておりました。まあ、そういうふうにね、打撃でも守備でも本当にいいプレーを見せておりまして、まあ、ファンの方の期待っていうところはどんどん膨らんでいる状況なんじゃないかなというふうに思います。で、まあ、もちろんね、そのプレーっていうところも、素晴らしいんですけれども、まあ、そのね、アギラ選手の、まあ、一番素晴らしいなっていうふうに僕が思うところ、まあ、そこはやっぱりこう日本にね、慣れようとする姿勢がね、本当に素晴らしいなというふうに思いました。まあ、MLB での実績というところがね、本当にすごくて、まあ、なんで日本に来てくれたのっていうぐらいの選手なんですよね、本来であれば。ただそういったね、自分の実績っていうところにあぐらをかくことなく、まあ、日本の野球に対する研究っていうところを本当に欠かさないで、行っております。まあ、このキャンプの期間も宿舎に帰ってからは NPB のボールをね、まあ、ずっと部屋の中で握っているっていうふうにも言っておりますし、まあ、チームメイトともね、本当にこうしっかりとチームに溶け込んでいこうっていう姿勢が、まあ、いろんな練習を風景を見ていても、まあ、見て取れるんですよ。で、さらにですね、ファンへの対応っていうところも素晴らしくて、まあ、僕も実際にね、キャンプに行ってサインを書いていただいたんですけれども、まあ、本当にね、一人一人のファンの方に対して非常に丁寧に対応していましたし、まあ、写真にもね、応じたりだとか、まあ、軽くね、コミュニケーション取ったりだとか、まあ、練習中もね、声かけられたファンの方に手を振っていたりだとか、まあ、そういった部分も本当に素晴らしいなというふうに思いました。まあ、結構ね、いろいろ言われているのが、やはりまあ日本に来た助っ人の選手がね、活躍する条件として、まあ、研究熱心なところっていうのがたびたび言われているんですよね。で、まあ、アギラ選手にはね、間違いなく、まあ、そういったね、マインドっていうのが、まあ、備わっておりまして、まあ、そういった部分からね、まあ、僕はもう絶対アギラ選手日本で成功するなというふうに思っております。まあ、能力的にもね、もちろん逆方向にもすごい強い打球打てたりだとか、そういった部分も当然あるんですけれども、まあ、そこのね、やっぱマインドの部分が本当に素晴らしいなというふうに思いますね。まあ、過去にはね、やはり MLB でも活躍しながらも、まあ、日本への野球への研究っていうのを怠ってしまって、まあ、なかなかやっぱり NPB で結果を残せなかったっていう外国人も、まあ、多くいたと思うんですけれども、まあ、アギラ選手はね、まあ、そういった部分がないので、まあ、しっかりとね、こう研究を重ねていけば、まあ、間違いなく活躍できるんじゃないかなというふうに思います。まあ、なのでやはり今回皆さんに伝えたいこととしては、まあ、もちろんバッティングだったり守備っていうところももう超一流素晴らしい選手だとは思うんですけれども、まあ、そういったね、こう日本に対するリスペクトの精神だったりとか、まあ、日本の野球をもっと知ろうとするそういう研究熱心な姿勢っていうところ、まあ、そういったマインド面が、まあ、本当にアギラ選手は素晴らしいなというふうに思います。まあ、本当にね、まあ、始まってみないと正直どのくらいの成績残すか分かんない部分はあるけれども、まあ、かなりね、期待できる選手なんじゃないかなっていうふうにも思いますし、まあ、ぜひね、こういった姿勢を持っている選手には活躍してほしいなっていうふうに僕は思っておりますので、まあ、今後もアギラ選手注目して見ていこうと思います。以上です。
はい、今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。今後も埼玉西武ライオンズの最新情報や考察解説をお話していきます。少しでも動画がいいと思ったらグッドボタン、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。ツイッターも毎日更新しておりますので概要欄の方からチェックしてみてください。ありがとうございました。